こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。アジア情勢は、世界まとめても対中政策を打ち出している。そんな中、インドが潜水艦を輸出するとの話が入ってきた。では今回インド、東南アジアの潜水艦事情を詳しく見ていきますね。それにしても、中国包囲網が来年動き出す。クアッドタスは今、大きな波を作り出しているように感じた。あの国はどうするのかな？2020年10月、インドからミャンマーへの既存潜水艦の無償引き渡しが実施され、ミャンマー海軍としては初となる潜水艦の保有は東南アジアの軍事バランスの上からも注視されている。というのも、従来、ミャンマーは中国から型落ちのフリゲート艦を調達するなど結びつきが強かったが、こうした軍備の中国への集中を危惧する意見に、インドの思惑が符合したとも言えるからだ。今回、インドが無償でミャンマーに引き渡した潜水艦は、インド海軍で使用されていたシンドゥ号支給、シンドウービルだが、元を正せば、ロシア製のキロ型潜水艦の輸出仕様の艦艇だ。インド海軍は、このシンドゥ号支給潜水艦を全10隻保有しており、この中で、4番艦にあたる1988年就役のシンドウービルを今回、オーバーホールし、ミャンマーに提供した。シンドゥ号支給潜水艦は、水中排水量3076トン、全長 72.6 メートル。全幅 9.9 メートル、水中最大速度17ノット、最大潜航深度約300メートルを誇る通常動力型の潜水艦である。今回、ミャンマー海軍では、同艦を自国の英雄の名を冠したミア・デンカドゥと名付けており、同海軍初となる潜水艦への期待の大きさが、そのネーミングからも伺えるものとなっている。広い領海を持ち、四方をそれらに囲まれた日本は、専守防衛を標榜し、海上自衛隊の主戦力として潜水艦を配備しているが、そもそも、ミャンマーなどの小国は、保有すら難しい兵器が潜水艦だ。そのため、最新型では、なく、建造からは30年以上経過した潜水艦である。ミア・デンカドゥだとはいえ、周辺の同様な小国と比較すれば、十分な戦力として期待されていると言えるだろう。ミャンマーは、大枠では、北部を中国、南部をタイ、西部をバングラデシュと、インド、東部をラオスと国境を接しており、この中で軍事的に現時点では、バングラデシュが最も中国に近いように思える。バングラデシュは2016年に中国から中古の名型潜水艦2隻を約216億円で購入しミャンマーに先んじていたが、これら2隻と比較すれば、ミア・デンカドゥは、はるかに新しい潜水艦だ。具体的には、名型潜水艦は、1971年から、就役を開始していた艦艇であり、水中排水量2113トン、全長76メートル、全幅 7.6 メートル。
水中最大速度18ノットなど艦の仕様からも、見劣りがすることは否めない。何しろ、中国は、バングラデシュに216億円とはいえ優勝で、アキラ型潜水艦2隻を与えたのに比して、インドは、ミャンマーにそれより優れた、ミア・デンカドゥを無償で譲渡している点がポイントだろう。これは、それらの東南アジア諸国に、軍事的、経済的な支配力を強めてきた。中国に対し、その意味で先行を許していた、インドが巻き返しを、図ろうとしていることの少佐に、他ならないように見える。ただし、現在の東南アジア諸国は、中国よりかインドよりかにきれいに分けられるものではなく、基本各国がこの地域で最も大きな影響力を持つ、中国の優位を前提にした外交を行っていると言えるだろう。このため、かつての米ソ対立のように西側、東側と対別される。分かり構造ではなく、中国の影響下でいかに自国が生き延びるのか、その外交戦略の多様化の選択肢一つがインドの台頭なのかもしれない。インドと中国とはカシミール州ラダックをめぐり2020年に死者を出す衝突を引き起こしているが、こうしたインドと中国の対立が東南アジアに対する両国の姿勢にも現れていると言えるだろう。そもそも、中国は2000年代に入り、マラッカ海峡に近いミャンマーのココ諸島に軍事用の通信拠点を設置することに成功し、2008年頃から表向きはソマリアの海賊対策を口実に自国海軍をインド洋に進出させてきた。同時に中国は前述のバングラデシュに2隻の中古潜水艦を斡旋、かつインドの長年の係争相手国であるパキスタンには実に8隻もの潜水艦を輸出するなど、インド洋方面への圧力を強めている。こうした中国の動きに対して、インド側は自国の喉元であるインド洋に中国の空母打撃群や潜水艦が進出してくる可能性に危機感を募らせており、その対策が喫緊の課題となっていると言える。中でもインドが懸念しているのは、核兵器を搭載した自国の戦略型潜水艦が中国海軍によって無効化されることだと考え、この優位性が失われれば、周辺国の大半が中国側になびきかねないと見ている。そのため、インドはマラッカ海峡に近い自国領のアンダマン・ニコバル諸島の軍事拠点の機能を増強し、かつマダガスカルやモーリシャスへの海軍用の通信拠点を置くなど、中国海軍を監視する体制を強化した。バングラデシュに対しても、なんと、空軍の整備に、インドが5億ドルの費用を提供するなど、中国が潜水艦の優勝斡旋をする以上に非常に、直接的な金銭支援を実行に移し、つなぎ止めを図る状況となっている。